皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も、北海道は札幌の STV ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ、ここへ来て、の新型コロナウイルス感染者の数がですね、うん、まあ、明らかに減ってきた。まあ,あ、しかし、 ここでやっぱりな、気を抜いちゃいけないからな。まあこれから年末にかけて、もちろんいろんな、それぞれですよ。行事だとかな。うん、あと、まあ誕生日だとか、友達とな、仲間で会ってとかね、いろいろあると思いますけどね。やっぱりその感染症対策は十分気をつけてね。 いただければと思いますし。何してお前。なあ。お医者さんの方も、また政治家の方も、なんでここまで下がったのかよく分かってない。なあ。な、まだ検証されてないわけだから。いや、もちろん、あーん、ワクチンの効果が当然あったんだろうということと、あー意外と連休の時に、 天気が悪くて、みんなが外へ出なかったということもあるんだろうと思いますしね。それとやっぱり、これ COVID-19 ですから、まあ19年の決から20年、21年と、まあ3年目を迎えてますから、みんなの気持ちの中に、まあ手洗い、うがい、マスク、これは絶対必要だね、みたいなな。 やっぱりどこへ行くにしても、その、ええー、まあ、アルコール消毒やらんかな、置いてあったりなんかしてね。あれはもう、もう本当にありがたいっちゃありがたいんだけど、問題はつけすぎた時よな。いや、この、なんていうんだ、いろんなタイプあるんだよ。押すタイプとかな。足で押すタイプだとかさ。そうすると、思った以上にな。ど、っど手についてさ。 これ、顔に塗るわけにもい,いかんしな、みたいな。まして俺の場合な、頭にまで塗っといた方がいいのかな、とかな。大変なんだよ。なあ、それはそれなりに。なんせ私はね、あの、まあ、今月、10月、14日、まあ、から、まあ、さスタートするツアー、ありますからね。 14日の日、江戸川区総合文化センター。初めて、まあ、東京都内はね、やってはいるけどね、東京23区の、その江戸川区総合文化センター、初めて行くところですからね、非常に楽しみにしてます。またその後、久しぶりに横浜、なあそして静岡、と、 迎えますんで、ぜひとも楽しみにしてもらいたいなと思います。この一週間で皆さんの周りでもいろんなことが、いろんな出来事があったと思いますけど、うーん、まあ、北海道としてはね、うん、まあ、うちの、まあ、STB のね、うん、スポンサーは、なあ,あ当然、 うんまあそ、お菓子の堀さん、ね、ついてくれてますけどね、石屋製菓というね、これまた、あ北海道を代表するような、白い恋人というお菓子を作ったね、えー、石見さんが亡くなられましてね、 まあ自分もちょっと付き合いがありましたからね。まあ、あれお菓子で当たって、うんまあいろんな北海道の経済界でだぞ、うん、活躍されて、で、コンサドーレというね、サッカーの、まあ、スポンサーになりね、精力的に 頑張ってくれてたし、北海道もっといいもんにしよう。そういう方でしたからね。まあ残念だったなぁと、思いますけどね。まあそう考えたら、堀さんには、もうなんとかして長生きしてもらってなま100いくつぐらいなうーん。まあお互い、 これ、まあいつかは死ぬけどさ昔違ってお前、100年時代とか言われてるんだとびっくりだよなまあ、そう考えたらですね、もちろん、うーん、ま、あ認知症になることなく、また健康で、ま、100を迎えてもらいたいなとは、思いますけどね。今回は、10月、 27日に発売されます、松江町ある。久々のシングル曲ですね。うん、完全、漠然、呆然という曲も聴いていただきますし、また今回出す CD は3曲入ってます。 で、これがな、どれをそのシングルの A 面に持ってくるか迷ったんだ。これからな、この1時間近くの間にさ、その新曲3曲を聴いてもらうけどさ、俺たちは完全漠然妄然をシングルの A 面としたんだけどな、 レコーディングやってるときにさ、俺とマネージャーの井上が、愛した日々っていう曲の歌い入れやってて、なんか聞いてたら、愛した日々がよ、なんか A 面がいいんじゃないかみたいなね。 そしたら、コロンビアの枠井がね、もう飛び上がるようにびっくりしてね、ええみたいなね。ほいで、まあその日は終わって、で次の日また歌い入れをやって、なあ、札幌の芸術の森スタジオでね、 で、次の日、まあ、水虫くん、まあ、完全、漠然、呆然、歌ってみて、やっぱり、まあ、俺自身な、フォークシンガーとして、ここまでやってきてるんだし、完全、漠然、呆然、この歌がやっぱり、シングルに、 さわしいだろう。なあ。って言ったらね、コロンビアの枠井がまた、いつから飛び跳ねるように、ええー、昨日愛した日々だって言うから、僕らはもうジャケットは愛した日々ように、あれから夜中作ったんですよ。ええー、いやいやいや枠井。なあ。 そういう気持ちもわかるけどよ。やっぱりお前、完全漠然呆然。なあ、フォークシンガーとして残しておきたい歌だからよ。やっぱりこっちをええ目にするべや。もうガクッとね、もう肩落としてですね、もう変わることありませんよね。もう逆切れですよ。もう変わることないですよね。 当たり前じゃないか、お前。愛した日々とな。完全漠然呆然と、水虫くんだぞ。お前、水虫くん A 面にしたら、お前。これおかしなことなんだろう、お前。と言って、いろいろ言い合った、訳ありの、ねえ、シングルになりましたが、うん、結局、A 面は、 完全、漠然、呆然。これ、完全というのは、完全と立ち向かう。ね、そういう意味です。あの、パーフェクトの完全ではありません。完全と立ち向かう。ね、そして、漠然、もやっとした。なあ、呆然。さらに、もう何もかも忘れてしまったような。なあ これは、まさに、日本という国が、第二次世界大戦で、広島、長崎、いましい、原爆投下、という事実を受け、敗戦、その、焼け野原から、日本を、 なんとか一人前の国にしようと、当時の、まあ我々の爺さんばさんにあたるかな。完全と立ち向かったんだな。なあ、そして、いわゆる経済成長、高度成長期、迎えるわけだな。 そしたらよ、必死に必死に毎日働いてたんだけどよ。なあ、漠然としちゃうんだよ。あれこんなに働き詰めで、大丈夫なんだかそして、バブル、迎えて、もうあの時は、弾けた時には呆然だろ。 なあ、昨日までお前、100億、200億っていうなうちの裏山お前100億だぞ、とか言ってたのはね、もう一気に1億か、1億にいかないぐらいの、もう傍然となるわなしかし我々は、また改めて、完全と、立ち向かっていかなければならない。この令和の、 時代にですよ。そういう意味を込めた曲なんです。愛した日々というのは、まあ自分も65、今年6になりますから、まあ今までのいろんな出来事、男女関係、考えたら、 俺は本当に女運に恵まれてたな。これからも恵まれ続けるんだろうな。まあ、それは冗談としてな。みんなにもあると思うんだ。一人の人を真剣に愛して、え二人で いろんなところへ行った、あんなことをした、こんなことをした。今でも、大きな思い出として持っている、みたいだな。そんなことを歌ったのが、まあ今回、これから聴いていただく。なんといっても10月27日、発売ですから、 もうしばらくかかりますが、どんな曲か、聞いてやってみてください。松山千春、愛した日々、皆さんからメールをいただいております。ありがとうございます。神奈川県、昆布、千葉さんこんばんは。ニュースで弟さんの訃報を知り、大変悲しくてメールいたします。 40年前、私が釧路で小学生だったとき、弟さんが私のクラスに6週間の教育実習に来てくださり、生徒ととても仲良くしていただき、毎日楽しく過ごしました。足朗出身で松山先生なので、松山千春さんの 弟なのかなと噂になりましたが、本人からはその話はありませんでした。が、教育実習が終わった後、母が買ってきたアショロよりに乗っていた弟さんの写真を見て、あ、松山先生だと驚きました。実習中は学校外のバスの 一番後ろの席に松山先生と並んで座って話したり、実習最終日にギターを弾いて歌ってくれたことを覚えてます。生徒からは大人気でした。はぁ、あ、ラジオネームコンブ。うーん、ありがとうなぁ。そうなんだよなぁ。うーん、あいつは、 この教育実習で、まあ、自信をなくし、ねえ。うん、けど、こうやって、コンブのメールを見たら、意外とあいつ、うん、頑張ってたんだなそれと、あいつがギターを弾いて、なあ歌っていた。これ、想像できないんだよ。兄の私としては。俺の前では一切、 そういうことをしたことがないから。なあ。まあ、兄弟と言ってもね、あいつはすぐ、高校卒業したらああ、まあ、大学卒業してたな。北海道離れて、うん、まあ、大都会が好きだ。ってことでな。東京の方へ、行っちゃってたからな。 まあ、疎遠といえば疎遠。まあ、俺がな、毎年東京でコンサートやるから、その時には顔を出してくれてたけどな。まさかあいつがギターで歌を歌ってたとはな。こんばんは。三重県の入子。日曜の夜は、千ャさんのラジオを聞くことが 楽しみになっています。今日は千アさんの弟、明人さんの訃報を聞き、大変驚きました。千アさんが、足シで暮らしていた大切な家族、唯一、まだ弟さんがいる、大丈夫だ、と私なりに思ってきましたから、別れは本当に辛いです。千アさんの悲しみ、よくわかります。辛い中、 アキヒトさんのエピソードをお話しくださりありがとうございました。そして番組最後で、チ代さんの強い言葉が聞,か聞けたことは、私たちファンを安心させてくれました。ありがとうございました。なあ、ゆうこ。うん、家族なんだよ、家族。なあ、のやじ、おふくろ、 姉ちゃん、弟、この五人でな、貧しくとも、それなりにな、幸せな毎日を、暮らしてたんだよ。今考えたらな、そらあれだよな、金はないよりあった方がいいのかもしれないけど、 金がなかったからこそ、まああれだけ、潔のい,い、毎日を、送ることができたんじゃないかなと思うわな。これを、実に大切なことでさ、今ラジオ聞いてくれてるね、みんな。人それぞれいろんな家族、なあまた、生活環境、 があると思うんだけど、一日一日を潔く過ごす。これ大切なんだよ。どうだお前は今日、潔のいい一日を過ごせたかそれとも、心にわだかまりや、また人間関係で、 引きずるような、そんな、一日には、なってないか。潔のい,い、一日を、これからも、送っていきたいと思うし。まあやっぱり、家族ってこれ、血のつながりがあるからな。 こればっかりはもう、どうしようもないんだよな。まあ、俺も、松山明のお家では、まあ、うん、たった、一人になって、しまったけどなけど、これからも、やっぱり家族、あとは、家計か。 自分の友がどんな、うん、家計をたで、たどってきたのか。これあの、夫婦別姓の問題とかいろいろあるけどさ、なんかこの夫婦別姓は時代であって、なあ、結婚して性を変えるということに対して、ええー、まあ、否定的な人は、うん、遅れてる。 子宮派だとかいろいろ言われるんだけど、ばっかやろ、お前家族だもん、お前。なあ,あ、女が男の名字に合わしたりな、男が女の名字に合わしたり。やっぱこれはこれからも続けていかなきゃいけないと思いますよ。別姓、まあそれは、なあ、実質別姓で、例えば芸能人は芸名とかな、本名があったりするし、 あと、まあ、役者さんとかな、物書きとかな。実際、別姓でも通ってるところはあるんだから。あえて、なあ、別姓を自由にしてください。俺はそれよりも、やっぱり夫婦は同じ姓を名乗った方がいいって思う地球派 <laughs> なあ。 俺はそっちの方です。しかし、菅政権、ああ、まあ、これから、岸田政権に変わっていくわけだけど、菅さんがやられた、まあ、いろんな、 政策なあ。やっぱり一番、あのー、まあ、あ菅さんとメールやなんかしててな。ワクチン。とにかくワクチンをなんとかして手に入れなきゃ。これはもう必死だったな。うん。それと、コロナ対策に対しては、 まあ随分ごてごてに回ってた部分もあったし、それはもうしょうがないよな。世界中で初めてなんだから。新型コロナウイルス。まあどうしてもごてに回りやすい部分あったけど、けど菅さんはもうワクチンでなんとか乗り切るんだ。あとは携帯料金のな、値下げだとか、 ああ、規制緩和。また改革。まあ、半ばで。なあ、次の内閣へと移るわけですけどね。これ地元、横浜の方も、あの、新聞のインタビューに答えてましたけどね。菅さんは、その、官房長官でもう十分だ。 支援者としてはね、まさか総理になるとは、まあまあなったからには、な、地元の代表として頑張ってもらいたい。また頑張ったんじゃないか、っていうね、インタビュー、記事が載ってましたけどね、確かに、流れとしてはね、安倍さんが、体調を、 そんなに壊すとは思ってなかったしな。本当に、菅さんは官房長官としては、素晴らしい官房長官。ところが、総理、になってしまったばかりにな。説明が下手になっちゃった。なあ、いわゆるやることはいっぱいあったんだろう。う仕事がいっぱいあったんだろう。う会見とか、 なあ、そういう場で、国民に直接、いや、今こういう状態なんです。私はワクチンにかけますから、とかね。そういうことを、もっと丁寧に、話していれば、こういうことには、ならなかったんではないのかな、とは、思ってますし。まあ、一、友人としてはですね、 ああ、もっともっと、喋りのアドバイスしておけばよかったなと思うしね。まあ、俺の喋りだとなまた、強すぎてなああ、反感を買いそうな気もするけどな菅さんならね、もうちょっと、まあ、言い方があったんではないかなと思いますけどね。とにかく、本当にやっぱり、 総理という仕事はハードらしいですよ。なあ。やっぱり何もかも全てパーフェクトっていうのは無理でね。自分はワクチン、そのためにアメリカ行って、なあ、少しでも多くのワクチンを日本に輸入するんだ。まあ、皮肉なもんで、その菅総理が、なあ、 終わる頃になって、感染者数が減ってきた。まあ、これも、政治なのかもしれませんね。うん、今回の一曲目、愛した日々、新曲でしたが、いかがでしたかあの、愛した日々とは、また全然関係ない。次は、水虫くんという曲を、 聞いていただきます。実を言うと、今回の3曲の中で一番最初にできたのが、この、水虫くんでした。松山ちある、水虫くん。松山ちあるの、本ンダ、レディオ。いかがでしたか水虫くん。 なあ、これはあれですよ、本当に、まあ、水虫退治の薬、なそういう歌なんだけど、もっと深く考えれば、まあ、いろんな、虚しい、悲しい、な歌にも聞こえてくるんですが、まあ、さて、自由民主党、新総裁、 ね岸田さんが、まあ、総裁選挙で勝って、前評判では、河野さんが評判高かったんだけど、いざやってみたら、第1回目の投票の時に、国会議員票が、もう100に届かず、逆に、高橋さんが、100、 以上とってな。あれおい、河野、小泉、石場。この三人集まって、えぇ、票を落としてんじゃないか。どういうことだよ。俺はこれ、なあ石場さんが河野さんの応援する運な、って言ったときに、 まあ、マネージャーの井上にも言いましたけど、これは、国民的には、まあ、自由民主党党員に、党員にとっては、期待を持てると思うかもしれないけど、国会議員たちから言えば、やっぱりその、石場さん、異色に思えて、 それが、な、河野さんと一緒にやる。まあ、そこに小泉純一郎がいる。ああ、小泉信二郎がいる。何やるかわからんぞ。逆に引いてしまった。っていうところもあったんではないかなと思いますしね。で、いざ、まあ、岸田新総裁が、党のね、人事を発表して、 もう、党内人事はね、これ自民党の中のことですから、それにしても、安倍さん、麻生さんに気を使いしすぎてる、まあ人事だなあと思いながら、まあこれ内閣、なあ各大臣、これは、まあ岸田さん、自分の、なあ派閥の、応援してくれた連中、いろんな奴らに、 まあ、振り分けるんだろうなと思ってたら、ここでも、安倍さん、麻生さんの、なんか顔、顔色を伺ったみたいな。逆に言えば、本体である、岸田派の、なあ議員たちが、文句が出そうなな。まあ、この、第一次内閣っていうのは、やっぱり各派閥からな 力を与えられたからな、そのお返しっていう部分もあるんではないかなと思いますね。やっぱりこうして見てきたら、うん、やっぱり、安倍さんが最後の方の、な、政権の時は、もう安倍さんカラーでぐるっとまとめることができたし、 あれは長期政権だからこそできた。それと、もっともっと前の、うん、その小泉さん、純一郎さん。あの人は自民党をぶっ壊してでもって言って、なあ、総裁になった人だから、なあ、自民党員の顔色を伺わないでな、自分がやらせたいやつやらせるんだ。こうやって済んだからな。 だから岸田さんも、まあ、第一次は、こういう布陣で行くんだろうけど、まあもちろん、第二次、第三次があるかどうかわかんないけど、うん、次は、やっぱり自分のところの派閥を考えた、まあ人事になっていくんじゃないかなと思いますけど、どっちにしても、各大臣、 しっかりと働いてくれるかどうか。なあ。日本は、やっぱり本当に頑張ってきたんだから。うん、成熟した日本をぜひとも作っていただきたいなと思います。あせまちゃんのオンザメディオ。 まあ本当に今の日本、なあ、どういう状態かと言ったら、やっぱり呆然としてる、そんな状態なのかもしんないし、岸田新総裁にはね、はい、ぜひとも足元を見つめて、農業、水産業、第一産業、活気づけること、 みんなも知っての通り、小麦が輸入高くなってな。あらゆる商品が高くなっていく。やっぱり日本は輸入大国ですから。また、まあ製品として輸出大国でもあるんだけど、できれば自分の空分、 まあ自分の国で、これとんでもなく難しいことなんですよ。それは IT 産業だとかな、AI を導入したとかね。うん、そういう開発研究、どんどん進めるべきだと思いますよ。しかしそこにはやっぱり農業、水産業。なあ、当然 AI も入ってくるんだろう。地盤をしっかり 固めてもらいたいなと思います。完全、漠然、呆然、10月27日に発売されるシングルです。この歌で、俺は、まあ、メッセージとしてな、自分はこうやって生きてきたし、 できればみんな、もう一回、完全と、立ち向かって、この成熟した日本、世界が羨む、世界が、どうしたらそんな国になれたんですか、って言われるような、完全な、 生き方をしてみたいもんです。松山チある。完全漠然、呆然。